こんにちは、アニマルタイガです。今回はですね、オオトカゲにレオパブレンドフードをあげてみた、やってみたいと思います。今回ですけど、こちら見てください。ヒョウモントカゲモドキですねの、人工フードになります。これがね、ドライタイプの、人工フードなんですけど、これをちょっとね、オオトカゲ、僕んちにいます、3、4匹ですね、いるので、サバンナモニター、ナイルモニター、水オオトカゲ、天空とかですね、ね、ちょっとあげてみて食べるのか試してみたいと思います。やっぱりね、こういう人工フードによって、ヒョウモントカゲモドキだったり、フトアゴヒゲトカゲだったりが、こういろんな方にね、飼われやすくなった。今まではコオロギとか、生きたこう昆虫とかをね、あげないといけなかったけど、こういったフードのがね、出てきてくれたおかげで、そういったね、まあ、昆虫がダメだった人も飼えるよっていうね、状況こうなってったと思うんですけど、オオトカゲもね、人工フードこういうの出てきて、まあ、食べるようなら、果たしてこれはありなんじゃないかなっていうことで、まあ、オオトカゲ用の人工フードも出てくるのかな、これから。そういうのをまあ期待してね、こういったあの動かない餌ですよね、まあ言ったら、まあ、形がもう全く自然界ではありえないものですけど、こういったものでもちゃんと、食べるのか、こんなんですよ、ドライフードですね。匂いはね、これ多分なんか人の餌、人の、なんだろう、干物とかの匂いかな、これね。で、これ、食べやすいように、なんかふやかすみたいですね。3分ぐらいお湯でふやかして、それをあげるよっていう形なので、ちょっと今からふやかしてみようと思います。これがちなみにね、60g 入っていて、ヒョウモントカゲモドキですと、2ヶ月分のものになったみたいですね。この大きさで2ヶ月分。まあ、オオトカゲで言ったら、これはセンちゃんでも、1週間、2週間ぐらいでなくなってしまいそうな量ではありますけど、ちょっとね、まあこういう代用品がさ、オオトカゲでも出てきたら結構嬉しいよね。コオロギとかはさ、常に生きてるわけじゃないから、どんどん死んでっちゃうから、こういうのだとさ、餌の保管がすごい楽になるよね。まあ冷凍餌あるけど、やっぱり昆虫のね、原料が入ってるっていうのがね、やっぱ魅力的かなと僕的には思いますので、ちょっとこんぐらいしようかな、こんぐらいをちょっと、じゃあ今からお湯入れてきてふやかしてみたいと思います。はい、こんな感じでね、ちょっとお湯入れすぎちゃいましたけど、こんなに入れてきました。これをね、3分ぐらいふやかすみたいですね。で、まあ芯がちょっと残るぐらいがベストって書いてありました、書いてありました。まあ乾燥した状態でもね、食べる子は食べるみたいですけど、ちょっとふやかしていきますね。3分ぐらいね。最初にあげるのはこちらの子ですね。最初にあげるのは、サバンナモニターのハマやねん、ハマちゃんですね。ハマちゃんはかくれんぼしておりますけど、ここにいるね。結構ね、大きくなってきて、前ちょっとだけ60と45のね、ケージに入れてたと思うんですけど、ちょっとね、あまりにも暴れて悲惨な毎日送ってたので、一回ね、落ち着かせるためにちょっと狭いケージに入れてみました、もう一回。まあまたすぐ広いところに移したいですけどね、ちょっとね、怒りんぼになっちゃって、すごく、まあ子供だから別にしょうがないんだけどね。あ、見て、結構いい感じになってきたかも。あ、ふやけてきたわ。これちょっとじゃあ揚げていきたいと思います。まずはね、ちっちゃい子から、じゅんぐりに。でも食べんのかな、ほり。あ、嗅いでる。あ、食べた。かわいい。そんでもってかわいいな。やっぱまあ昆虫の匂いするからか。これも食べる、ちゃんと。これちっちゃいの。これちなみにね、みんなね、あの5日ぶりぐらいの食事なんですよ。僕が家を開けちゃってたので、お腹は減ってるんでね、みんな。
やばい、ちょっとふやかしすぎたかな、ね、ちょっとふやかしすぎたかも。さあ、ハマヨン2つ食べましたけど、その後はあんまり食いつかないな。やっぱ動いてるとさ、追っかけるけど止まってる、止まってるっていうか動かない餌だと。もう一回ピンセットでやってみる。あら、口に合わんかったかな、これ見て、今の顔。うわ、ちょっとアップにしとくよ。いくで、見てて。うわ、嫌だ、目閉じてる。合わなかったかな、口に。ほら、いかないね。どうしよう、結構ふやかしちゃったよ。はい、続いてはですね、ナイルモニターのレオナルドですね。レオくんです。レオくん食べるかな。あー、やっぱ動いてないと判断までが遅いね。もうデュビアとかだったらすでに噛みついてるからね。あー、でもめっちゃ嗅いでる。え、動かねえぞ。でもなんだこれ、匂いがする。さあ、どうする。困ってるね、なんか困ってんな。あとそれ尻尾振る合図じゃない、ダメ。あ、来た、食べたね。ちょっと食べた、ちょっと食べた。でもやっぱこのレオパブレンドフード自体がちっちゃいからさ、なかなか、ここ置いといてないか、レオくん。レオくんちょっと置いといてみる。食べるかもしれない。食いつきはよかったね。あれ、お、食べるか。空振ってますけど。おー、ナイスナイスナイス。あー、でもちょっとふやかしすぎてんな。ちぎれちゃうね、ブニョって。うまく、あ、空振ってる。空振ってるのめっちゃ可愛いな。食べるね。あー、ごめんごめん、はい、ちゃ。対象物は全然見えてないのかな。ピンセットに来てるね、下。おー、気づいた。毎回空振るじゃん。そんであんた捨てたよ。あ、分かったっぽいね、もう。でもレオくんあれだね、連続して食べるね。おー、いいよ。これが本当にでかいサイズになったら全然ありだね。人工フードもさ、オオトカゲも全然いいと思う。これにうずらとかマウスとか魚とか全部混ぜるって。自分で作ってみようかな、一回。なんかいろんな餌をさ混ぜて固めて。あ、おっしゃった。あ、作ってみようかな、本当にありだね。なんかいろんなものをいっぺんにこう食えるっていう。あ、難しいわ、やっぱこれ揚げるの結構難しい。逆、逆、逆、こっちこっち、こっちこっち、こっちこっち、下下下下。あ、気づいた。あ、レオくんいいわ、レオくん。ナイス食いつき。レオくん食べますね。うん、連続してずっと食べてくれてるから、そんなに最初だけ勢いで行ってみたっていう感じではないよね。ちゃんと味わって食べてる感じ。そうそうそう、もう、もう、もう分かってるもんね。ちょっとじゃあレオくんは食べますね。はい、続いてじゃあセンちゃん行きましょう。水オトカゲ。はい、続いてはね、サルバトールモニター、和名が水オトカゲの、アザンティックですね。センちゃん食べるかな、これ。
迷ってる。なんでそんな可愛いの。あ、食べた。ちょっと切れて捨てちゃったけど、やばいやばいやばい、これあれ、どんどん崩れちゃう。あー、カンカンカン、ポロポロになっちゃって。これ難しいな。ちょっとさ、いいこと考えた。団子にしちゃおう。ちょっと団子作りするわ。これを一回大きいのにしよう。寿司職人。やばい、これくっつかない。やばい、くっつかせるものが必要になる。これつなぎが必要だ、つなぎが。でもこんぐらいならいけるかな。どうだろう。でもみんな、ちゃんとあれだね、匂い嗅いで嗅いで確かめて食べてる感じするね。これダメだな、また崩れちゃう感じするな、絶対。あ、でもいい感じのうんこみたいになった。ティリリリティリー、完成。レオパブレンドフードオオトカゲサイズ、イエイイエイ。はい、センタロウ。あらあらあら、そうなるよね、やっぱそうなんだよな。そうだね、そうだね、お前は悪くない。そう、悪くないよ。うん、そうそうそう。いや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 、あっと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 、うん、掃除が大変なのでやめようかな。もうほら、食べといて。ちょっと、超かわいいじゃん。匂いがすごい。でも本当に結構強いんだね、レオパブレンドフードって。これこれこれ、下。あー、踏まないでよ、あかーん。これはもう没収じゃん。これの没収。これはそうだね、食べるけど揚げるのが難しいって感じするね。ほんとちょっとせんちゃんはこれはやめときますか。ちょっとじゃあ天君にあげてみよう。天君に、最後ボスに、我が家のボスにあげますか。はい、せんちゃんのごちそうさま。散らかしちゃったね。はい、それではじゃあラスト、てんくんにちょっと食べてもらいましょう。てんくんならもうこれは口に入れた瞬間、おー、すごいこれは。あー、なんかあれだな、本当にうんこみたいになっちゃった。うんこしたらこんな感じだよ、いつも。まあまあまあ、ありっちゃありだね、本当に。あ、食べて、おいで、食べてよ。てんくん、口入ってるよ。やべやべ、スイッチだけ入れちゃった。食べますね、てんくんも。喉に、喉が引っかかった。天君、ごちそうさま。今回はね、ちょっと、ふやかしすぎちゃったっていうのもあったり、まあ形、まあ物がねちっちゃかったっていうのもあって、なかなか食べづらい、ものではあったんですけど、まあ食いつくっていうね、一歩、見えたので、まあ人工フードでも食べるっていうのが分かったんで、まあ何かね、今後僕、まあ自作でもいいですけど、作ってこう人工フード的な感じ作りたいなーって思いますね。オオトカゲのやっぱ人工フードあったら
それだけこう保管もできますし、人工フードね、なので何か考えて僕もね餌のストックをねこうできるようにしたいなと思いますね。ということでね、まあ、今回の動画はこんな感じで検証終わっていきたいと思います。この動画が参考になったよと思う方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、てんくん。てんくんはまあ腹の足しにならなかったけどね、ごちそうさま。はい、残ったフードは、リュビアさんたちにあげときます。ゴキさんたちにね、結構いるからね、こん中ほら結構ちっちゃいのがねいっぱい生まれてきてますから、この子たちが成長するように、結構いい餌じゃないかな、動物性タンパクがあって、知らんけど知らんけどね。はい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 、食べてちょうだい。天狗、天狗、ごちそうさま。よし、バイバーイ。